注いであげ、うおさて、私の言葉、わかる？あなたたちがどこから来たのか、教えてくれる？どうされました？どこかでお会いしたことはありましたっけ？おそらくないかと、町に来たばかりなので。あら、拝見へようこそ。もしかして、さっきここにいたの？本当にごめんなさい。来るなりこんなところを見せちゃって。でも、あくまで不慮の事故だから。事故はよくあることよ。あなたの反応が早かったから、最悪の事態を免れたのだと思うわ。あくまで務めを全うしたまで、みんなのおかげでもあるしね。ところで、私に何か用？力になれることがあったら、何でも言って。実は、あなたがチーニャンって呼ばれてるのを聞いて、ついてきたんです。あなた、指導で働いてますよね。うん、そうだよ。私たち、理性からあなたの話を聞いてきました。ウジンが今日、指導に来たか教えてくれますか？ウジンって、場外のあの小髄のこと？この前来たらしいけど、今日はどうかな？では、指導に新しく動物が届けられたりしてませんか？それは私もよくわからないな。今日点呼をしに行った時には柵の中が祭日用の家畜でいっぱいだったから。でもだんだん増えてるんだよね。見て、ほとんど同じ顔つきでしょ。どれが今日送られてきた子かなんてわからないし、点呼の時もどこまで数えたかよく忘れちゃうから大変だし、読み書きができればな。書いておけば間違えたりしないでしょ。実は仲間が縞模様の馬に変えられてしまいました。私たちはもともと一つの正体で、場外を歩いてた時、突然仲間が馬になって巨大な鳥に連れ去られてしまったのです。理性が言うには、その鳥は彼らが追ってる偶人の可能性が高いって。かつて指導付近に現れたことがあるって聞きました。だから指導に行って聞いてみようと思いまして。それは多分馬じゃないと思う。
そんな、ウシンが人を馬に変えたって言いたいの？どういうこと？まさか小髄にそんな力が？先ほど公爵氏が話してた内容によれば、小髄はいわゆる地域特有の守護神のような存在なのかしら。種？あ、もしかして十二支のこと？そうね、ここではそう呼ばれているのかも。小髄はいわばこの地の信仰対象、伝説のアルカニストの類だと思うわ。ここではアルカナムは珍しくないようだし、アルカニストもそうなのかもしれない。十二支のこと説明してくれるかしら。十二支は全部で13名かな。名前はほとんど覚えてないけど、でも今年はわかる、宗女の誕生年だから、祭日用の家畜たちを供養橋まで連れてくの。基地歩きとはしご絵はすっごく面白いのよ。祭日用の家畜を引き連れて崖の上の壊れた橋まで行って、最後は数を数えながらまるで踊りみたいに体を動かして崖を飛び越えるの。崖の壊れた橋、なんだか危険そうですね。それにどこかで聞いたような。ああ、本当に飛ぶわけじゃなくて、ここいらで最も脚力のあるヤギですら飛び越えられないのに人にできるわけないよ。それにうっかり人や動物が落ちないようにちゃんとアルカナムで守ってるんだから。あの崖はとても深いの、落ちたら二度と戻ってこれないはず。面白いわね。そのアルカナムは誰が担当しているの？もちろん指導よ。指導は拝見全域のアルカナム業務を受け持つ場所なの。でも私は違う。私はただの新入りだし、前の失礼者が里帰りしたために臨時で兼任してるだけだから、この数日間指導をしっかり見張るようにって言われたの。簡単に言えば門番ってことですね。違う、門の前に立ってるだけじゃないよ。他にもやることがあるんだから。例えば爆竹で驚いた人をなだめたり、アルカナムで強化された爆竹はすっごく大きな音を鳴らすの。さっき茶屋で鳴ってた音よりもっと大きいんだから。ごめんなさい、この子にも悪気があるわけじゃないわ。ただ北方ではあまり回りくどい話し方はしないから。平気、少し慌ててるみたいだってわかるから。でも今慌ててもしょうがないよ。そうだな、例えばイノシシだって1日2日で木登りができるわけじゃないのと同じ。それじゃあこの馬の中からあなたたちの仲間を見分けられる？1、2、3、縞模様の馬は全部で3頭いる。ほら見てみて。わからない。あの時ただでさえ慌てていたし、
見た目の特徴なんて覚えていません。たとえこの子たちが全員そうだとしても、あと2頭足りないし。つまり仲間は3人以上ってこと？3足す2は ひとまず理性の知らせを待ちましょう。そういえば理性が持たせた手紙は？ああ、忘れるところでした。ミス・ジーニャン、これを偉人の手がかりだと思います。柵を増築し、早く役目を終えて酒屋へ戻れ。どういう意味？偉人と何の関係があるの？はい。安心して。ここ数日、新しい馬が来ないか見張っておく。もしいい知らせがあったら、理性から伝言が行くわ。ええ。でも来たばかりで、まだ宿を見つけられていないの。理性に私たちの居場所をどう伝えればいいかしら。あら、そうなの。なら、私の酒屋に泊まらない？紹介が遅れたけど、私、酒屋を経営してるの。そこそこ有名よ。酒屋は市道から2つの通りしか離れてない場所にあるし、理性もきっとわかるはず。ついでにこの子たちを市道に送り届けないと。あなたたちも一緒に他の祭日用の家畜を見に来ない？いい案ですね。ええ、おかげで日が落ちるまで外をさまよわずに済んだわ。でも夜の街もすっごく綺麗よ。昨日祭には金灯籠と庭火があって、天と地を明るく照らすの。夜になればきっとわかるよ。Chao.